なあなあ霊夢、今まで古今東西、様々な武器を紹介してきたじゃん。うん、そういえばそうだけど、どうしたの？架空の武器や、実在しているかっこいい武器が多かったですね。うん、だからちょっと変わった武器も紹介したいと思ってな。ん？なんか面白そうだね。ってことで今日は、世界のクセがすごい武器を紹介していくぜ。お願いするわ。それじゃあまず最初は、マカナだぜ。名前からだと想像がつきませんね。マカナは木のコンボに黒曜石の葉がついた武器だ。まさに民族武器って感じの見た目だね。実際にアステカマヤ文明では、選ばれた戦士、ジャガーの戦士だけが持つことを許された武器だったんだ。ジャガーの戦士。おい、幻の特撮ヒーロージャガーマンじゃないぞ。せめてこっちにしてくださいよ。いや、そっちでもないってば。話を戻すぜ。マカナはコンボーとして打撃にも使われたんだけど、鋭く削られた黒曜石のおかげで、相手の首を跳ねることもできたんだ。現存品は存在してないけど、資料からその姿が再現されているぜ。黒曜石って石なのにそんなに切れ味すごいの？ああ、黒曜石は、割れたりした断面の厚みが分子単位で薄くなって、不規則にギザギザになっているためにノコギリのような役目も果たし、そのため、人体のようなものに対しては非常に鋭いノコギリのような効果を発揮するんだ。戦士時代から世界各地でナイフや矢尻、槍の穂先に長く使われてきただけありますね。ああ、実際にマカナを見たスペイン人が、その切れ味に驚いたという話が伝わっているんだぜ。マカナ恐るべし。ちなみに英名だと、RPG とかでもちょくちょく出てくる、オブシディアンだ。武器の材料とかになったりしますよね。さて、次に紹介するのは、ウルミだぜ。さっきのマカナとなんか似てる名前だね。確かになんか似てるけど、こっちは、古代インド発祥の柔らかい鉄で作られた長剣で、普段はベルトとして腰に添えるみたいだぜ。なんかすごいぐにゃぐにゃしてますね。ウルミの名前の意味は、雷の音で、最大の特徴は、柔らかい鉄を薄く引き伸ばした、約120センチから150センチほどのしなる刀身だ。この刀身の両端は鋭く尖っていて、殺傷力はおおよそ高いと推測されるぜ。敵がウルミ持ってたら戦いづらそうだな。さて、次は中に心をくすぐりそうな見た目の武器、ウォーサイズだぜ。おお、この死神感。こんなの本当にあったんだ。ああ、草を刈ったり作物を収穫するために用いられる農機具を改造したもので、ポーランドの農民兵が装備していたとされているんだ。彼らはコシゲシと言って、ポーランド語で、釜を持つ者っていう意味だぜ。なんかかっこいい。1794年のコシチュシコの蜂起の際に登場して、その後、ポーランドの数々の独立闘争のシンボルとなったんだぜ。こんなのが襲ってきたらビビっちゃうよね。それから、この釜を馬車の車輪につけた、釜戦車ってのもあるみたいだぜ。なんか意味あるのかなこれ。レオナルド・ダ・ヴィンチが考案したらしいけど。味方とか馬の足に当たりそうな。あははは、そうだな。それじゃあ、次の武器はかなり癖が強くてかっこいいぜ。お、なんだなんだ？その名も、エマヌエルの剣だぜ。おお、なんかモンハンみたいですね。え、何このファンタジーチックな剣。17世紀、バイエルン選帝公マクシミリアン2世、エマヌエルのものとされる剣だぜ。彼はトルコ戦争、ファルツ戦争など、様々な戦場で武名を挙げたんだ。この剣はノコギリエイの燻製の剣で、たくさんのトゲがついているのが特徴だ。何かに似てるかと思ってましたが、ノコギリエイだったんですね。こんなの本当に使えるの？まあ、実際に戦場で使われたのか、はっきりしたことは不明なんだ。実際その剣持ってたら、目立って標的にされそうな気が。さて、ここからさらに癖が強くなってくるぜ。今までのはまだ軽いジャブだったのね。お次は、アパッチリボルバーだぜ。これは一体どうなってるんでしょうか。この武器はリボルバーと他の武器が合体したもので、写真のは、ピストルとダガー、ナックルダスターが合体しているんだ。どんな場面で使うのかな？アパッチリボルバーは、ダガーで突き、ナックルで殴り、さらに発砲するグレン隊の絶好の喧嘩道具となり、アパッシュとして知られる、1900年代初期のフランス犯罪社会の一党により悪名を轟かせたぜ。市街地でやり合うにはちょうどいい構造だったんですね。次はドイツ局者重心だぜ。何これ？クルムラウフとも呼ばれる、第二次大戦中、ナチスドイツが開発した、シュプルムゲベアフィアウントフィアツヒ、突撃銃に装備する曲がった重心だぜ。どうやって使うのでしょうか？敵に身をさらさず射撃できる武器で、建物の角に隠れた状態で相手を狙い撃ちするんだ。けど、重心が曲がっているせいで射程や命中精度は非常に低く、反動も抑えることができなかったため、銃としてはお世辞にも褒められたものではなかったぜ。さらに数十発ほど弾丸を発射すると、摩擦により重心が使い物にならなくなるという致命的な欠陥もあったみたいだ。これを真面目に軍隊が開発したっていうのが何とも言えないとこだね。科学に失敗はつきものですから。では次は、指定拳銃付き軍刀だぜ。これまた何とも言えないものが、
ガンブレードとも呼ばれ、小学生が発案したものなんだけど、1920年代に日本陸軍では、武器の試作が何度か行われていたんだぜ。なんか特撮とかロボアニメに出てきそうな武器ですね。似たようなもので、ソードピストルっていう、トラファルガーの海戦で大活躍した、イギリスのネルソン提督が実際に保有していたものがあるぜ。ピストルの向きを変えるだけでかなりかっこいい武器になるね。さて、次はみんな大好き、パンジャンドラムだ。なぜか有名で人気ですよね。もうすでに癖がすごい。パンジャンドラムは第二次世界大戦の時代に、イギリス軍が開発していたロケット推進式の爆弾だ。車輪についたロケットモーターを燃焼させると、車輪が回転し、走行するようになっているぜ。これを敵陣めがけて発射し、衝突させて爆発させる予定だったんだけど、摩擦が大きい場所においては、車輪が空回りし、うまく進むことができない問題があったんだ。その他にも、走行中にロケットが脱落するなどの問題を抱え、結局一度も使用されることはなかったぜ。個人的にはなぜか愛嬌があって可愛く見えるから好きですけどね。それじゃあ次は、そんなパンジャンドラムと似たような兵器で、ローリングボールだぜ。これは真面目なのかふざけてるのか。なぜかインディ・ジョーンズを思い浮かべてしまいました。これは、アメリカ軍が開発したもので、パンジャンドラムに似たような兵器で、投下された巨大な弾は敵兵を潰し、爆発する予定だったんだけど、実戦で使われることはなかったみたいだぜ。製造前に、これ味方も巻き込まれるやんけ、と気づけたみたいだ。そこら辺が英国との差なのかな。それじゃあ最後は、ヘルメット銃だ。これはまたなんとも癖が。これもガチなのかなんなのか。1910年代にアメリカで設計されたこのヘルメットの特徴は、ヘルメットの上の部分に銃がついていることで、被った人の目線に合うように照準器も付けられているんだ。どうやって撃つの？撃ち方は簡単で、ヘルメットから伸びる細いチューブを口に含み、息を吹く。するとチューブから空気が送られ、自動的に弾が発射される仕組みになっているぜ。このヘルメットを使えば、目標を正確に撃ち抜くことができる。頭を向けて目標を見ることが、そのまま銃の狙いを定めたことになるからだ。めっちゃすごい武器じゃない。しかし、そこには致命的な欠点があったんだ。すぐ弾切れするとかですか？見た目のせいでモチベが上がらないとか？あははは、確かにモチベは上がりそうにないよな。この武器の欠点は、銃を撃った時の衝撃がダイレクトに首に伝わり、間違いなく首を痛めることになるんだぜ。だから、実用化はされなかったんだ。そんな初歩的な欠点だったんだ。なんていうか、失敗も含めて癖が強いですね。ってことで世界の癖がすごい武器だったぜ。なんだか世界の広さを感じちゃったわ。まだ掘り下げればいろいろありそうですね。ああ、癖強な武器や兵器はまだまだいっぱいあるから、また第2弾もやっていこうかなって思ってるぜ。なんだかある意味人間味を感じるよね。そうかもな。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。